Hi guys, it's Yuka. こんにちは、ゆうかです。今日は私の英語歴史について少しだけお話しして、その後に私が思う英語の上達方法を皆さんにシェアしたいと思います。では簡単に私の人生を振り返りながら、どこから英語を好きになって上手になったのかっていうのをシェアしますね。10歳の頃にたまたまテレビでハンナ・モンタナっていうディズニーチャンネルを見ててハマっちゃったんです。でそれを見て、で10歳の私がもうアメリカのすごいアメリカンなスタイル良くて、家も可愛くておしゃれで、なんかインテリアも可愛くてっていう、そういう世界、そういうあのシーンがあって、それのそういう影響もあって、そのハンナ・モンタナのドラマに夢中になって、でずっと見てたんです。でね、もう何回も何回も見て、もう同じエピソード、まあ、全部10回以上見てるんじゃないかなっていうくらい、もう何回も見て、でもエピソードもまあ完全に全部覚えるくらい、もう何回も見たんです。で初めて買った、自分で初めて買った CD が、まあ、マイリー・サイラスのアルバムで、もう中学校はあのジャニーズとかにまだその時好きだったんですけど、でもだんだん高校生とかになるとやっぱ洋楽ばっかり聴くようになって、でそのマイリー・サイラスもリバイバルして、ずっともう洋楽聴いてました。でそっから学んだことがあるかって言われると、まああんまり歌詞の中からとかは学んだことはないんですけど、でもタイトルとかでは学んだことありますかね。例えばハンナ・モンタナの、あの最後のシーズンに出てくる歌 Wherever I Go っていう、今思えばすごい簡単なタイトルですよね。でも中学生の時に出たかな。それをずっと聞いてて、で Wherever っていうのを どのタイミングで習ったかちょっと覚えてないんですけど、でもよく考えたらそれってよ、普通に会話でもよく使うあのフレーズだし、ああっていうので、あこれはあのタイトルのっていうのでよく覚えたことがありますかね。あとは、まあ、そういうタイトルから学んだこともあるし、あとなんだろう、知らない言葉を聞くチャンスにもなりました。例えばまたこれもタイトルからになるんですけど、あのマイリー・サイラスの曲でマイリー・サイラスばっかりちょっと申し訳ないんですけど、 The Climb っていう曲があって、で Climb っていうのは登るっていう動詞でもあるけど、 The Climb の場合はなんか難しい困難があること、その乗り越えなきゃいけないことみたいな、まあ私すごい日本語にこうやって訳すのは上手じゃないんですけど、勝手な自分のイメージでこういう意味だろうなっていうので話してるんですけど、まあ、そういうので学んだことはよくありますかね。で高校生はもう本当に英語だけはよくできて、他の科目は全然正直できなかったです。本当にレベル成績がダメで、もう私には英語しかないってなって、英語だけは本当に頑張りました。で大学受験の時に単語は本当にひたすら覚えて、単語王っていう単語帳を使ってました。でそれもボロボロになるまで使って、で辞書の代わりに電子辞書は私あんまり使わなかったですね。高校生の時その単語王っていう単語帳を辞書代わりにして、後ろの作品から分かんない言葉があったら引いて、あこれも前も見たやつなんだっていうので、もう何回も何回もそれを繰り返して覚えましたね。まあ、あとその中にある例文とかももちろん役に立ったんですけど、やっぱり何回も見て調べてっていうのを徹底して頑張りました。でも本当にそれやったおかげで英語のボキャブラリーが増えるので、やっぱり話せる幅も限られたグラマーの知識でもやっぱ単語が増えたので、やっぱり聞こえがもうちょっとネイティブっぽくなった、そのバラエティが増えたのでっていうので、私は単語を勉強して本当に良かったなって思います。で大学生になってから、まあ、留学はずっと行きたいなと思ってて、で
大学生って結構楽しい時期じゃないですか。みんないろいろ遊びに行ったり旅行行ったりみたいな。でも私が大学1年生の時はやっぱりまだ受験モードから逃げないように、TOEFL の勉強をすごい頑張りました。でやっぱり4年間で卒業したかったので、で就活のこととか逆算するとやっぱ2年生には行きたいってなってて、で1年生になってからちょっとしてから TOEFL の勉強を本格的に勉強して、3回くらい練習で受けたかな。ですごいお金かかるので頻繁にお金払えないので、その受けられなかったんですけど、2、3回テストで受けて、で一番いいものを留学のアプリケーションに使いました。で留学はカナダのロスブリッジという小さな町に8ヶ月に2セメスター分、留学しました。でこっちの大学で、取った単位を日本に帰ってから換算して4年間で卒業したんですけど、まあ、この留学があってから私のリスニング力、スピーキング力は多分グンって上がったと思います。リーディング、ライティングはやっぱりまだ苦手意識はあって、特にライティングがあんまり書くこととかないので、今でもテストとかなると苦手かなってすごい思います。で、一番のやっぱり効果は、何だろう、私は大学に留学した時はある程度話せてたんですけど、やっぱりでもその聞くスピードと自分が話したいスピードがやっぱりまだ早くて合わなかったので、その聞いた言葉を覚えてコピーしてもう盗むんですよ。その、あ、これこういう風に言うんだって言って覚えて、書き残してもいいし、携帯に書いてもいいし、もう頭の中にとりあえず記憶して、で、あ、これ使えるなってなった時にそれを思い出して使うようにしてました。そうやって私は他の人の英語を盗んでやったと思います。まあこうやって簡単に言うことできるんですけど、本当に時間はかかるので大変かと思うんですけど、やっぱり私はそうやって英語が上手くなったのが一番のキーかなって思います。まあ、あとは留学中に付き合ってた人もいたので そのおかげでスピーキングとリスニングも上手くなったのも、まあなくはないかなっていうのは思いますね。で、日本に帰ってきてからやっぱり英語を喋る機会は減ります。で、大学も日本語だしっていうのもあって、でもやっぱり英語力は維持したかったので、よく友達とメッセージしたり電話したり手紙書いたりとか、あとは私がしょっちゅうやってるのは独り言も結構英語で、まだ全然話せてない頃は「アウチ」とかそういうのでもいいんです、「アウチ」とか「ウップス」とかそういうのでもいいんです。なんかそうやって英語を話す習慣を自分でなぜか作ろうと思ってたわけじゃないけど、そういう脳にしたくって多分そうやって行動してたと思うんですけど、独り言とか、あとインスタの投稿とかも全部英語で、なんか間違えるの恥ずかしいって思いながらも練習も兼ねて、なんかそういう風になりたいって思って、そういう風に書けるようになりたいなとか、かっこいい文章書けるようになりたいと思って、なんかたまに他の人のちょっとグラマーコピーしたりとかして、でもそれも自分の一つの勉強の方法になるので使いましたね。で、そうしてまあね、英語を日本でもキープしていて、やっぱ社会人で空港で働いてたんだけど、ですけど、まあ1年と4ヶ月働いて、やっぱり国際線の GS やってたので英語は毎日ほぼ喋れましたね。はい。特にその時はもうすでに言ってることも分かる、自分の言いたいことも言える、まあ多少のビジネス英語で失礼な言い方あったかもしれないけども、だいたい自分の思ってること、伝えたいことを接客レベルではまあだいたい言えるようになって
いたくらいのレベルだと思います。はい、ですかね。で、私はやっぱりその英語力を持ってあげたいからっていうわけじゃなくて、そのやっぱりこっちの文化がそのハンナ・モンタを見た時から好きなんだなっていうのが、やっぱりその気持ちが抑えられなくて、で社会人になって仕事も職場も就職できたんですけど、やっぱりカナダに戻ってきたいっていう風な気持ちが強くて、去年の8月に仕事を辞めて、今はワーホリでこっちに来ています。で、そうですね、ちょっと長くなっちゃいそうなのでこれくらいしておきますが、今は本当に、職場でも何も問題なくコミュニケーションできますけど、まだネイティブ同士の会話は時々わからないことがあるし、スラングとかジョークとか、それはまだまだわかんないことたくさん私もあります。でも一応会話はいろんな初めて会った人でもできるレベルですし、自分の伝えたいことは問題なくスラスラ言えるっていう程度のレベルです。本当に両方バイリンガルな人もいるので、別に私がすごいんですよとかそういうことを言いたいわけじゃなくて、私はあくまでもそのレベルなんですけど、自分なりにこれが英語を上げられる、英語力を上げるための一つのポイントかなっていうのがあるので、最後にちょっと簡単に紹介したいと思います。はい、で最後にちょっと短く私が思うちょっとした工夫でその英語がもうちょっとネイティブっぽく聞こえるような気づきが私の中の経験であったので、最後にシェアしたいと思います。一つだけ、本当に私が気づいたのは一つだけで、もうこれはすでにできてる人もいるかもしれないし、まあ分からないんですけど、私が気づいたのは前置詞ってあるじゃないですか、なんか away とか in とか out とか、その前置詞を動詞と一緒に使うことが、もっとよりナチュラルな英語に聞こえるんじゃないかなっていう風なのを思いました。例えば簡単な英語でよく私たちが聞いてきたのが、なんか sit down とか stand up please とかってよく聞くことあるじゃないですか。で、 sit downのダウンって別になくてもシットって言われたら座る、シットダウンって言われても座るっていうのが分かるじゃないですか。そのダウンがあることによって座ってくださいっていう風な、もっとよりナチュラルな意味が、なんて言うんだろう、よりナチュラルな英語なんか分かんないけど、なんかそのもうちょっと意味に深みを与えるような役割があると思うので、なんかそれをもうちょっと他の動詞を使う時にも使えたら英語っぽい英語になるのかな、なんかちょっと意味わからないかもしれないけど、より英語っぽい英語になるのかなって思います。 stand up っていう言葉も stand up ってそれだけでも立つっていう意味じゃないですか。でも stand up っていうことで立ち上がってくださいっていうその意味が待つ、だって stand down って言わないじゃないですか、それって sit down っていうことだから、だからその up を入れることによってまあそういうことです。なので例えば私が一番最初にこれ系の前置詞を入れる系の一番最初に思い出があるのが come out 出てくるっていう意味。時々人の英語から学んだ英単語を使う、自分が使う時にその映像が本当に自分の頭に出てくるんですよ。あ、この時にこれ言ってたっていうあのシーンが頭の中に出てくるんですよ。で、私がそれが起きたのが come out っていう単語で、で友達とプールに行った時にスライダーあるじゃないですか。で、私と友達が下で待ってて、友達が上からプールのスライダー乗るねっつって、私たちが下で待ってて、なかなか出てこないねっていう話をしてた時に、
He doesn't come out yet っていうのを多分彼女が言ったんです。その come out っていうのが、すごい意味わかるって、なんか That make a lot of sense っていう、なんかそういう気持ちになったんですよ。なんか come っていうのはその来るっていう意味じゃないですか。その come out っていうことを入れる、out 入れることによって、その何かのこういうところから out なんか出てくるっていう、そういう風な意味なんだなっていうのを初めて分かって、そのスライダーから彼が出てこないねって、 It doesn't come out っていうのを聞いて、そういう風に使うなっていうのは気づいたんですね。それが私の一番最初の思い出です。でもその時はまだ全くそれをスラスラ使えたりとか、他の動詞にも適用したりとかできなかったんですけど、それが今思えば一番最初の記憶ですよね。例えば他に例文を挙げるとすると、ちょっと簡単めなの。Write down、 書き起こすっていう意味。Write down で例文を言うとすると、 I can't remember everything what you said, so I will write down on my notebook とか。それは I will write on my notebook でもいいんですけど、 write down ということによってより書き起こすね、書き残すっていう意味が、なんかうまく説明できないんですけど、そういうふうな意味がより細かくなる気がします。もうちょっと他に例文挙げるとすると、 put on、 put on はそうだね、なんか服を着るときとかイヤリングするときとかによく使うと思うんですけど、他に例えばね、カジュアルな仲のいい友達に「You put on so much weight recently」とか言うと、ウェイトを put on、 自分の身に on だから体重増えたねみたいなっていう意味にもなるし、例えばあと「tie up」、「tie up」例えばね、Oh, I'm gonna work at the kitchen, so I have to tie up my hair. タイっていうのはネクタイのタイです。tie up だから髪の毛もこうまとめて up だから髪を結ぶっていう風な意味になります。いろいろこうやっていろんな組み合わせがあるし、その単語一つの単語でも本当にいろんな前置詞を付け替えることによって意味も変わってくるし、それだけで簡単な単語だけでもそうやって前置詞を使い分けることによってもうちょっと聞こえがネイティブっぽくなるというか、使い分けがちゃんとできてるなというか、なんかそれちょっとうまく説明できないんですけど、そういう感じになる気がしますね。あとは例えば髪の毛チョップオフするとか、チョップオフだからチョップでこうチョップしてオフでも切ってしまうこととか、例えば髪をリップオフ、これついてるものをオフっていうのは大体なんか複数になってしまうこととか、離れてる状況のことをリップオフとか、なんかもう本当にいろいろあると思います。それを普段の動詞に前置詞を付け加えることによって、私はネイティブっぽく英語が聞こえるんじゃないかなっていうのをここ最近ずっと思ってたので、ちょっとシェアしてみました。よく多分ネイティブの人の英語聞いてみると、そうやって前置詞がついてることあると思うんですけど、多分ね なので、ちょっと私がそれを気づいたので、シェアさせていただきました。もしこれが役に立ったと思ったら、ぜひいいねを押してください。他にも、いろんなビデオを作る予定なので、よかったら、チャンネル登録もお願いいたします。では、また次の動画でお会いしましょう。バイ。